喋らない方がいいですか？あ、もう全然喋ってください。その方が人気のある動画になります。はい、ソリオのハイブリッドも僕ちょっと試乗させてもらったことあるんですけど、 はい、あれより全然洗練されてますね。あ、本当ですか？あれちょっと走る時にジャダーが出たりしとったんですよ、はい、ダダダっていう感じで、はい、こちらは少ない？全くないですね。なんでやろう、制御が変わったんかな、だいぶ。そうですね、改良されてるとは、はい、はい、あとスイフト自体がやはり走りに特化しているお車なので。そうですね、はい、足回りいいですね、やっぱり。ありがとうございます。あの RST も僕試乗したことあるんですけど、はい、めっちゃいい車ですね。あ、本当ですか？はい、その割にあんまり売れてないみたいな。なんでなんでしょうね。やはりスポーツを待っている方も、あ、はい、いますので。スポーツは年末ぐらいに出るんでしょうかね。かなっていうところですかね。あ、いやでも、はい、あ、次の信号左で、はい、はい、RST やったらスポーツいらないですけどね。そうですね、でミッションが出るのかなって。あ、なるほどなるほど、はい、これはいい足回りや。ちょっとだけ踏まさせてもらいます。いい加速しますね。ありがとうございます。この辺は警察とか大丈夫でしょうか？今までに見られたことはないです。何があるか分からんですけどね。やはり多いのが高速で後ろの方のシートベルト見られるのが最近多いです。あ、そうなんですか。それでしてなかったら捕まるんですか？そうですね。そうなんですか、はい、厳しいな最近。こちらを右で、はい、YouTuber とか、まあ、まだあのチャンネル登録数が120人ぐらいなんで、はい、もう雑魚 YouTuber。 ブログの方が結構僕あの Swift RST の試乗記事書いたんですけど、はい、かなりあのアクセスがあって、はい、左ですね。あ、左で、はい、Google 検索でトップページに出るようになりましたよ、僕の記事。はい、すごいです。それは自分で言うのもなんですけどすごいと思う。ブログの記事にしたら Swift ってすごいアクセスあるんですけど、はい、実際なんであんまり売れへんのかなみたいな。どうなんですかね。ライバル車種はいっぱいあるのがありますね、うん、いやでもノート E パワーとかも乗ったんですけど、はい、もうしょうもない車でしたけどね。はい、なんでこんなんが売れるんやと思ったんですけどね。ノートさん、電動、電気の、シリーズハイブリッドってやつですね、はい、あのエンジンは発電専用で、はい、それはどうでしたか？いや、もっと電気自動車的な走りなんかなと思ってたんですけど、はい、結構試乗記事とかネットのやつにとったらなんていうんですか、踏んだらもう即加速するみたいに書いてあるんですけど、はい、全然タイムラグありますし、あ、でガッと踏んだらすぐにエンジンかかりますしね。あ、でエンジンも3気筒なんで、はい、じゃあ右ですね、はい、で奥の方を右でやる。はい、結構エンジン音もうるさいし。あ、そうなんですか。はい、何が新しい電気自動車やねんみたいな。はい、はい、でもバカ売れって聞きました。やっぱり営業力の差ですかね。あ、そうなんですか。日産ノートのノーマルグレードでも結構僕の近所なんかでも買っちゃうおじいちゃんとかおばあちゃんおるんですよ。あ、はい、よく車のことあんまり興味ないみたいな。こちらは一番右下線で。はい、わかりました。結構ちょっとカーブがきつい。はい、まあ、ここでスイフトの
足回りが。なるほど。ちょっとシフトダウンしてみようかな。おお、やっぱりこれは RST と同じ設定なんですかね。素晴らしいですね。ありがとうございます。これはええですよ。うん、安心感がありますね。すごいですね。配当性いいですね。ちょっと劣るかなっていうぐらい。そうですね。あ、でもこの足回りいいですわ。なんかネットの指導記事見てたら足回りが硬いとか結構けなしてる記事があるんですけど、はい、全然そんなことないですね。あ、そうですね。そのこちらが RS ではないんですけど、はい、RS になると少しチューニングが。なるほど。でも全然、まあ、はい、全然快適でしたけどね。これはいいな。値段も RST とほぼ一緒でしたよね、これ。そうですね。実際買うとなるとどっちにしようかめっちゃ悩むでしょうね。